こんにちは。今日は読書の教科書の第17回目のお話です。第2部の第8章に入りました。で、今回のテーマは文章展開の違いを読み分けるというテーマです。で、一般に本と言いますとね、どういう文章で書かれていますかというのがなかなか問題にならない。文章の中身だけを、あるいは本の中身だけを問題にするわけですけども、その文章の性質によって読み方が変わるのだというのが今回の提唱であります。で、私が考えているのは文章展開には4種類があるということです。それは107ページに書いてありますが、文章展開の4種類というのは、物語と描写と説明と論章というものです。これは、本の内容ですとか書かれている内容にかかわらず、文章一般に共通すると言いますかね、文章一般の基本的な要素なんです。ですから、内容のジャンルを問わずにこの4種類の書かれ方が部分部分でされていると。で、基本的には主にこのいくつかの、例えば小説ですとか物語ですとか、ありますが、その重点がちょっと違う。で、もちろんこの一つの要素だけで書かれるわけではなくて、いくつか文中では組み合わされていて、それが展開の部分によって変わってくるんですね。ですから本を読む側でも、あ、この辺は物語で書いてあるな、お、ここは描写だなとかね、あ、ここに説明が入ってる、おやと。そして4つ目には、ここで何か議論をしてるなというね、そういう4つの要素があるわけです。で、これを読み違うというか、大抵の人はそれほど意識的でなくて読み分けているんですけども、読書の教科書ですから、あえてこの4種類を基本から解説をしているのがこの章です。で、まずですね、物語、簡単に4つの要素をご紹介して、それから実例で、読みながら解説をしようと思ってます。まず第一ですけど、物語というのは何かと言いますと、出来事を時間の展開で書いていると。で、これはストーリーがあるものはもう時間展開があるわけですね。ですから、最初にこういうことが起こって、次にこれが起こった、それからこうなったという、それからそれからで展開するような部分が物語です。特に人物の行動ですとか、事件の経過を書いてる部分は物語の展開です。で、2つ目は描写なんですけどもね。で、事件の経過をだいたい動きですとか行動で書いていくと、どん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 話が進んでしまう。ところがある部分で立ち止まって、その情景ですとか様子を解説するのが描写の展開です。で、これは視覚的と言いますかね、特に視覚的な描写がある。あるいは、聴覚ですね、こんな音がするとかね、あるいは嗅覚、味覚、触覚、視覚などをの表現で、その場を描き出すと。それを描写というわけです。で、一般には描写っていうと視覚的なものだけを問題にする人はいますけども、要するに感覚的に、感じられるような描き方をしているのが描写の展開ということです。で、3つ目ですけどもね、3つ目の説明というのは、描写と説明というのはよく対比的に問題にされています。昔の日本の作家でもね、
あいつは説明はできるけど描写が下手だとかね。ですから昔の作家っていうのはどうも描写と説明の2本立てで書いている考えていたようです。ですから私が今言った時間展開の物語なんかもいわば説明的なね捉え方をしている、そういうことが作家同士の作品の話にはよく出てきます。で、説明というのは基本的には目に見えるとか感覚的に感じられるというものではなくて、要約をしたような形でものを書いている、いわば言葉による説明ですね。言葉を使って要約している。で、特に大事なのは一つ一つの言葉を定義する、この言葉はこういう意味だとかね、あるいは誰か人が出てきたらこの人は実は主人公の友達であってよく金を借りている男だみたいなね、簡単にまとめているのが説明の展開です。で、私はこの中に比喩の表現なども説明の中に入れてますね。非常に簡潔な説明ができるのは比喩です。で、4つ目の論証というのは特に論文ですとかね、理論文などに出てくる展開です。で、これはどういう基本かと言いますと、なんとかはこうである、なぜならとかね、なぜそうなるのかというのはこういうわけだからであるというふうな、そういう展開をする。そして他にもこういう例があるというふうに例示をしたり、つまり理屈っぽい言い回し、それを論証というふうに呼んでいます。では、それを一覧表にしたのが108ページに出ています。で、できるだけ簡潔に皆さんに覚えていただけるように読み方としてね、簡単に読み方の心がけをこの上から2段目ちょうど真ん中ですね、そこに書きましたけど、物語の読み方っていうのは簡単に言ってしまうと筋をたどるんです。で、描写は何かというと場面をイメージする、時ところをが定められて、そこに何があるのかとかね、何が見えるのかというのが描写ですね。で、3つ目は文中の言葉の意味ですとかその意味を解釈していく、理解していく。で、これは目で見えるというよりはむしろ頭で考えて意味をつかむのが説明だと。で、4つ目に出てくるのが論の正しさを判断すると、つまりなぜならという何かを主張しているわけですけどもね、その主張の背景にあるのは理由と根拠です。理由というのはなぜそうなるのか、で、なぜそうなるのかをもう一段掘り下げて、その理由付けをしているのは私は根拠というふうに呼んでいますけどもね。で、文例をちょっと読んでみましょうか。まず物語の文例です。筋をたどるという意味で、皆さんもこれ聞きながらどういう出来事が時間で流れたのかということをね、ちょっと意識しながら聞いてみてください。ミオは右手の付け根を左手でキュッと握って息んでいた。刺されたべと聞くと、あーと眩しそうに目をしかめた。あ、目を細めた。バカと私は叱ってしまった。これが物語です。で、何かというとこの棒線が引いてあるんですがね、どういう出来事が起こったか、ほんのちょっとしたことです。ミオという相手の女性が息んでいたと。で、私は聞いたと。するとミオが目を細めた。で、私は叱ったというね、この出来事が順に並んでいるわけです。これを物語と。もっと大きな歴史的物語なんかですとね、1年2年とか10年100年何かをバーンと時間で飛んで
展開する物語というのもありますけどもね、まあこの例は非常にちょっとした小さなエピソードの中にある物語です。で次ですね、次は描写です。実はこの文例取り上げた4つともある一つの作品から取られているのですが、これをしっかり読むと皆さんも、ああこれは誰が書いたあの作品だなっていうのがわかるかと思います。これも例えば読書の教科書、私の本これ買ってくださって、じっくり読んでみて、あ誰の書いた作品だろうななどと考えるのも一つの読書の楽しみだと思います。答えは言いません。2つ目、描写です。番小屋の外側は白と緑のペンキで彩られていて、中は2坪ほどの板の間で、まだ新しいワニス塗りのテーブルや椅子がきちんと並べられていた。これは場面をイメージするという読み方ですね、描写ですから。皆さんに絵が浮かんだでしょうか。で、こういうところを読むときには自分の頭の中にその絵を作っていくんですね。自分があたかも今 目の前に見ているような。そういう読み方ができると、それを想像すると同時に、そこにいる気持ちですとかね、そういうそこにいる気分が湧いてくる。描写という表現はそういう効果があるわけです。頭ではなくて、こう実感としてその場に立ち会えるようなね、そういう表現力を持ってる。では3つ目です。説明です。説明というのは何かこれこれがこうだったと、でそれはこんな意味ですよというね、それを付け加えるのが文における説明です。さっき話したのは単語そのものを説明する説明というのもあるんですけど、ここに挙げた例というのは、事態ですね、何か出来事についての意味を説明する、そういう展開の例です。女中たちは長兄が一番で、その次がおさむ茶だと大抵そう言った。私は顔を赤くして、それでも少し不満だった。長兄よりもいい男だと言ってほしかったのである、という展開です。これは私が言われて不満だということね。でそれなんでですかっていうと、もっといい男だと言ってほしいというね、そういう意味を簡単に述べている。でこれは大体説明っていうのは、この場合には心理、心の中の中を説明している。でもちろん説明でも語り手文学作品の語り手が外から読者に解説するという場合もあるんですけどね、この場合には人物の内面を説明している。で今度は論証です。で論証というのは論の正しさを判断する、つまり理屈の流れで読んでいくわけです。なぜならとか、しかしだからこうだというふうなね、そこの特に接続語が重要な役割をしてます。では例を読んでみましょう。私はそのうち書こうと言ってやった。しかしなかなか書く機会が来なかったので、ついそのままになってしまった。けれども男の方ではむやみに催促を始め出した。でこれは実は今の三例とは違う作品です。でここでポイントになるのは、しかしっていう言葉ですね、接続語です。でのでというこの理由ののでそしてけれどもっていうね、接続語でつないでいるのですが、これが論理的な流れというか関係づけを書いている。それを論証の展開というふうに呼んでるわけです。それでは、最後に、我が輩は猫であるから文章展開の例を拾い出してみました。もうでこれも順に物語、描写、説明、論証と読んでみますね。でまず物語の展開です。
これも先ほど言いましたように筋をたどって聞いてみてください。どういう出来事がどういうふうに起こったかと。全部読まずに一つずつやりましょうかね。我が輩は猫ですね。猫がくしゃみ家の台所までたどり着いたところの物語の展開です。どういう出来事が次々に起こるか、これを聞いてください。我が輩は再びおさんの隙を見て台所へ這い上がった。すると間もなくまた投げ出された。我が輩は投げ出されては這い上がり、這い上がっては投げ出され、何でも同じことを 4,5 遍繰り返したのを記憶している。これは物語の展開で繰り返しです。こうするとこうなって、こうするとこうなってというね、そういう展開。あ、もう一つ面白いのでこの前も読んでみましょうか。猫が捨てられたところでどういう物語が展開するかというところですね。草原に捨てられているところです。寂しがっているところです。我が輩がにゃーにゃーと試みにやってみたが誰も来ない。そのうち池の上をさらさらと風が渡って日が暮れかかる。腹が非常に減ってきた。なんてことないんですけど、これはいろいろな出来事が次々に起こってくる、そういう時間の展開ですね。これもこういうの、こんな簡単なのも実は物語なんです。では次は描写の展開です。これも2箇所引いてます。そのまま読んでみますね。どういう情景が見えてくるか、それを想像しながら聞いてください。これは猫が見た人間の様子ですね。第一、毛を持って装飾されべきはずの頭がツルツルしてまるでやかんだ。その後猫にもだいぶあったが、こんな片輪には一度も出くわしたことがない。のみならず顔の真ん中があまりに突起している。そしてその穴の中から時々プープーと煙を吐く。これは顔の様子、顔の真ん中にある鼻の様子ですね。で、鼻から煙が出るという、そういうものが描写されている。次です。主人は鼻の下の黒い毛を寄りながら我が輩の顔をしばらく眺めておったが、やがてそんなら家へ置いてやれと言ったまま奥へ入ってしまった。で、ここのポイントは鼻の下の黒い毛を寄りながらというところですね。これがよく見えるように描かれている、これが描写です。で、次は説明です。これも2箇所引いてます。まず第一、これはね、感想の説明です。ですから特に描写で目に見えるわけではなくて、何かどういう意味を考えるかというね、そういう心理の説明にもなっている。我が輩はここで初めて人間というものを見た。しかも後で聞くと、それは書生という人間中で一番凶悪な種類であったそうだ。この書生というのは時々我々を捕まえて煮て食うという話である。で、これは猫の何を説明してるかっていうと、人間というのは怖いもんだと思ったというね、それを解説的に説明をしている、要約している。描写的に書かれてはいませんけどもね、意味が見えてくる。で、その次です。今から考えると、その時はすでに家の中に入っておったのだ。ここで我が輩はかの書生以外の人間を再び見るべき機会に遭遇したので、これ家の中じゃない、家の内ですかね。で、この前に書いてあったのは、実はこれこれこうだったということを述べて、で、その時に今から考えるとという思い出したことで説明を付け足して、それがその時はすでに家の内に入っておったのだというね、その気がついたことを説明しているわけです。ですから読んでいって、おや、
読者が親と思いそうなところを、つまり書き手自身がこれはちょっと説明しとかないとわからないなっていうのが書いてあるのが説明の展開です。では最後に、我が輩は猫であるの特徴というのは、実は猫が議論をするんですね。ですから猫の面白さっていうのはこの論証の展開に面白さがある。その部分はほとんどこれ、どういう論の展開をしているかというのをお聞きくだされば、猫の議論の面白さっていうのがわかると思います。2箇所ちょっと長いですけどもね、これを読んでみます。主人の打滑のごとく嫌う金田君ならやりそうなことだが、赤裸々をもって誇る主人としてはすこぶる卑劣である。しかし実のところ主人はこれほどケチな男ではないのである。だから主人のこの命令は狡猾の極に出でたのではない。つまり知恵の足りないところから湧いたボウフラのようなものと思議する。どうでしょうか、猫の議論、理屈っぽい感じがしますね。当たり前ですね、それはね、理屈を語っている、論証の展開で考えを語っているから理屈っぽいんです。もう一つ読みます。彼らギリシャ人が競技において得るところの賞与は、彼らが演ずる技芸そのものより貴重なものである。それゆえに褒美にもなり、奨励の具ともなる。しかし知識そのものに至ってはどうである。もし知識に対する報酬として何者か与えんとするならば、知識以上の価値あるものを与えざるべからず。しかし知識以上の珍宝が世の中にあろうか、無論あるはずがない。下手なものをやれば知識の威厳を損するわけになるばかりだ。ちょっとこれは難しいですがね、知識が、競技で得られる賞与というのは貴重だと、芸よりもね。ところが知識そのものというのは何か報酬を与えるような、与えられるようなものじゃない。知識の方がよっぽど大事なんだと。ですから知識に対して変なものを与えたら、それは知識の価値を貶めることになるというね、まあ言い換えればそういうことなんですが、そこの議論がね、非常にあの偉そうなね、権威を持って語るところに、この猫というものの性質と中で議論されるものとのギャップがある。それが我が輩は猫であるの面白さを生んでいるとというわけであります。ですから、猫、我が輩は猫であると一口に言っても、今私が読んだように、最初に言った文章展開の4種類というものが確かにあるわけです。ですから、猫を読みながら猫のバリエーションというか、バラエティといいますかね、いろいろな表現の面白さがある。それをただ、文章として読むのではなく、文章展開の読み分けをしながら、味わいながら読んでいくと、より、この作品が楽しめるということになります。というわけで、文章展開の4種類、皆さんもぜひとも考えながら読書を進めてくださったらいいと思います。それではこれで終わりにします。どうもありがとうございました。